強大な気配。来るわ。こいつが神様アプリを侵食してたっつう元凶か。文字通りのバグってわけか。笑えないジョークだね。この声は。あの中に彼女の精神が囚われているのね。だいぶ弱っているみてえだ。早く助けないとヤバそうだぞ。待ってろ姉さん、僕が絶対に助ける。よっ、船、はっ、はっ、それ、弾幕、弾幕。
だ行くぜ。はあ、いけない。久しぶりにぐっすり寝ちゃったみたい。今何時かしら。ここゆうくんの部屋。どうして私。
そっちからかけてくれるなんて久しぶり。お姉ちゃん嬉しいわ。言ってる場合かっての。体は大丈夫？痛いところとかない？むしろ何度か調子いいくらいだけど。もしかしてユウくんが疲れて寝ちゃったお姉ちゃんをベッドに寝かせてくれたの？もうなんだかんだ言っていつも優しいんだから。さすがにのんきすぎるでしょう。もう大丈夫みたいだな。本当によかったです。怒りの反応も消えた。これにて任務完了ね。やれやれ、どうなることかと思ったが、神様アプリについてもなんとかケリがつきそうだな。篠宮君のアフターケアが良かったと言うべきでしょうね。サーバーにあった神様の言う通りのシステムはあの場で完全に消去された。その上ユーザーの端末全てからアプリを消してしまったなんてね。ダウンロード履歴を利用した自動ハッキングツールだったか。ったく、集団を選ばねえにも程があるっつ。ま、結果オーライということにしましょう。今後の被害の可能性も消えて事件は完全に解決したんだもの。しかし今回の事件はさすがにとんでもなかったな。まさかネット上のアプリをあんな風に暴走させるとは。やれやれ、異界ってのはつくづく計り知れねえぜ。未だ星の数ほど多くの謎が残されているわ。明らかになっていることなんて私たちですらほんの一握り。あなたもせいぜい気をつけなさい。今後も関わるつもりならね。えいえい、たくこの秘密主義が。コウ先輩、アスカ先輩。よう、ソラ、どうした、そんな慌てて。すみません、急いでお伝えしたいことがあって。教室にいなかったからつい探し回っちゃいました。ん？なんだか嬉しそうにしているわね。こんちは先輩方。シノミア、お前投稿してきたのか。やだな、何を驚いてるのさ。平日にきちんと投稿する、学生として自然な姿じゃない。あのな。私も本当に驚いちゃって。これからはちゃんと投稿することにしたの？まあね、例の通知も渡されたことだし、あんたらみたいなのがいるなら学園も面白そうだって思ってね。そうか。それと今後異界関係で何かあったら手伝ってあげるよ。僕みたいな天才的な頭脳を持つブレーンは必要だろうしね。ったく、お前全然懲りてないだろう。改めてよろしくね。参ったわね、ネメシスの人間である私が一般人の協力者を増やして悪くない。